はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校3年生の教科書5章テスト対策やっていきます。で、今回はこの2問やりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんないのとかちょっと不安なのがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ5章掃除についてですね。で、まず1番に関してはすごく、まあ、有名な問題ですね。こう図1あって、この X とここか、 X と Y の長さを求めていきます。で、まあこの形が出てきて、 DE ここと BC ここが平行になってるので、この上のちっちゃい三角形と全体の大きい三角形の相似を考えていきます。ちょっとね、あそこで書き込んでいくとごちゃごちゃしちゃうんで書き出しましょうか。まず ADE ですね。ちょっとサイズは許してちっちゃく書くよ。振っとこうか。ADE。上のね、ちっちゃい三角形と下の伸ばしましょう。相似じゃないんじゃねっていうのは許して。形はね。ABC とこうなってます。で、一応ね、なんでこの二つが相似になってるかっていうと、ここが DE と BC 平行なんですよね。平行ってことは、こことここは同位角で同じだし、こことここも同位角で同じなので、二組の角度が同じになるから相似だよっていう風になります。まあそれはまず置いといて、で、こういう問題が出てきたら、まあ慣れてる方はね、あれ見て、あ、OKOK、計算するぜ。でもいいんですけど、ちょっと不安な方なんかは、二つ、こうやって図を書き出します。ちょっとめんどくさいかもしんないけど、書き出す。で、全部の、あ、全部が分かってる辺の長さを全部書き込んでください。分かってるやつね。例えば ADE だったら、ここ9でしょ？ここ6。で、ここ Y なんだよね。こうなってる。で、こっちは AB は、ここ全部なので、9たす X になりますよね。あ、もちろん X たす9でもいいですけど。で、下が8。で、右が Y たす 2.5 とこうなります。で、もうこれさえ書き込んでしまえば、あとは引いて解くだけだよっていう話。で、どうやるかっていうと、例えば、まあ、対応してるとこ使えばいいので、X 出したいと。だから、9対9たす X ですね、まず。9対9たす X。ここね。イコール、こっち対こっちの順番でやったから、下も6対8っていきます。こうやって。で、やっちゃいけないのは、9対9たす X イコール、y 対 y たす 2.5 っていう、こっちを使っちゃう。そうすると文字が2個入っちゃうんで解けないんですよ。必ずこの比例式、比の式は文字1個にしてください。じゃないと解けないからね。で、あとはこれ中中外外で計算すればいいので、中と中かけます。で、これはちゃんと書くとこうね。で、区派72でこうなる。で、もし余裕があるんだったら、これ6対8ってここだけ約分できる。まあ、約分って言い方おかしいけど、2で割っていいのね。だから、6対8を3対4っていう小さい数字に直した方が計算楽です。大きな数字出てこなくなるんでね。まあ、今回はこのまま突き進みます。ね、6、54か。プラス 6X イコール72。これギリだよね、もうね。まずいね。で、右行きましょう。で、6x イコール、54。右辺に持ってくるとマイナス54。で、18になるから6で割って、x は3と。でも、値求めたらこれでいいと思うけど、まあ、一応センチメートつけようか。これで OK です。で、y も同じようにやっていきます。まず、ここですね。y 対 y たす 2.5。ごめん、ちょっと喉がおかしい。たす 2.5 イコール。で、これはですね、下使ってもいいし、こっち使ってもいいです。今ここ、X3 って分かったので、ここ12に変わってるからさ、9対12に使ってもいいんですけど、まあ、下行きましょう。じゃあ、ここは6対8じゃなくて、2で割った3対4にしましょう。のが楽だからね。いいかな。で、なんかなんか外外です。まあ、どっちからやってもいいんですけど、じゃあ中から行きましょう。これも、カッコがくっつく。いいね。こういう感じ。こうね。で、3配るから 3y プラス 2.5×3、 これが 7.5 になります。
で、イコール外外なんで 4y。で、これ移行してまとめると、y イコール、これ 7.5 そのままか。となるので、これで終了となります。いいかな？この問題は、絶対出るって言い方すると出ないと怒られちゃうんですけど、絶対って言っていいぐらいにすごく有名な形、上の問題ね。なので、ぜひこういう風にやってください。で、実はですね、こうやって掃除を書き出して対応する辺で解くのが一番オーソドックスなんですけど、これ、Y 求めるときあるじゃないですか。これね、本当は、その横しか使えないんですけど、横と横、この部分。この部分だけ出すときは、幅対幅、幅対幅でも求めることができます。こういう風にやらなくても。三角形をちゃんと書かなくても。どういうことかっていうと、上の幅対下の幅、ここ今3だよね。X3 だったから。だから、上の幅対下の幅3、9対3、イコール、こっち、Y 対 2.5。こうやってやることができます。で、これも9対3、3で割ってしまって、ちょっと3対1に直しましょうか。そうすると、中中かけると Y、外外が3かける 2.5 なんで、これ 7.5 つってすぐ終わるんだよね。そう。だから横の時だけだったら幅対幅でもいける。けど、それで覚えておくと変なところで計算ミス出たりするので、できれば三角形を書き出す、この掃除のね、一番オーソドックスなパターンをまずできるようにして、で、プラスアルファで、あ、横は幅幅でもいけんだよね、みたいな感じで解いてもらえると、個人的には嬉しいです。いいかな。で、次もなかなか、有名な形なんですけど、まず四角形 ABCD、大きいやつね、外。あれが台形だと。だから AD と BC が平行ね。まあ、書いてくれてるけど。平行なってると。で、EF と BC。ここの真ん中の線も BC に平行だから、つまり3本全部平行になってます。その時に書き込んでおこうか。AD が3。ここ3ね。で、EF。ここ真ん中がこれ8。で、下の BC が11の EB。ここが4だと。ここね。その時 AE の長さ、ここですね。ちょっと X って置きましょうか。これを求めなさいという問題です。で、これもさっきと同じように横なんで幅幅でいけるんだったら、もしね、ここの長さが分かってれば幅対幅イコール幅対幅で解くことができるんですけど、右の長さが出てないのでそれが使えないんですね。じゃあどうするってなった時に、これは補助線を引きます。そう。だ、補助線は、基本的にこう、経験値を積んどかないと思いつかないので、ここでね、なんだろう、あ、そういうことかって思ってもらえると嬉しいんですけど、何引くかっていうと、この線あるでしょ ?DC。これに平行な線を、こっから引きます。こんな感じ。ちょ、2本にしとこうか。ここ平行ね。で、引くの。で、そうすると何が起こるかっていうと、ここ3センチですよね。で、全部平行に引いてるから、ここも当然3センチだし、ここも当然3センチになります。平行四辺形だからあれ。いい ?3、どこ切っても3になってると。ってことは、じゃあ俺らとちょっとおかしいんですけど、ここ全部8でしょ？右3だからここ5になるんですよ。中が。で、下も同じ。11から3引くから、ここ8が残るんですね。で、そうすると、右の部分切り取って、ここの三角形だけ見ます。そうすると上と同じ形でしょ？ほとんど。三角形があって、真ん中に一本線が入ってると。で、X 求めたいから、ここ4があっても5も8も出てる。から、それ使って解けばいいじゃんで終了です。いいかな？で、ちょっと計算スペースが足りないんでね、ちょっと書き、図がまずくなっちゃうんですけど、一応書き出そっか。上の三角形、ちっちゃい方ね。が、左が X、下が5ですよね。こうなってる。で、大きい方の三角形、ちょっと曲がってごめんね。で、下が8で、右が、左側が、ここ、X プラス4になります。いいね、全部だから、X プラス4。で、あとは、比の式立てましょう。まず、X 対5ですね。X 対5イコール、X プラス4。対8と。いいね。X 対5は、X プラス4対8。で、なかなか外外で解けばいいから、まあ、外までいこうか、今度は。8x イコール中が、これもカッコね、つくから 5x プラス20となります。で、3x イコール20、5x 左辺に持ってくるとね。ってなるんで、両辺3で割りましょう。だから x イコール3分の20。
これ少数にできないので、これで終了となります。で、自分がね、これを書き出す理由なんですけど、結構ね、今まで、まあね、10講師やってていろんな生徒を見てきて、ミスが出てくるのが、例えばこの形まで気づくじゃないですか。気づいた時に、X 対5イコール4対8って間違えることが出てきます。X 足す4にしないで、ここの数字使っちゃうの。X 対5イコール4対8。これで計算できません。できませんって答えが導けない。間違ってしまうので、基本的には三角形、二つの相似の三角形を書き出して、辺の長さをちゃんと書き込む。で、対応する。X 対5イコール X プラス4対8。まあ、もちろんこっちね、X 対 X プラス4イコール5対8のもちろん同じ計算なんで、どっちでもいいんですけど。っていう風に解いてください。ここのミス結構出やすくてもったいないんでね。ぜひ、こんな感じで解いてもらえたらと思います。では、今回は中学校3年生のテスト対策やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。本編の、まあ、3年生の数学のね、掃除の方でも結構テストに出てくる問題いっぱいね、扱って動画撮っておりますので、まあ、もしよかったらね、そっちの方もこのテスト対策とセットでぜひね、使ってみてください。では、また次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。